野村古動踊る美人像不思議な手紙兄貴、こいつはい杯食わされたらしいぜ。し関東新報の社会部長で、名記者と言われた千草十二郎は、好んでこんな天保な口を聞く部下の早坂勇。 一名足のイサムをたしなめるように、霞門の方から入ってくる狭い道を指しました。あれを見ろイサム。女だ。しかも若くて美しくて贅沢な女だ。なるほど、こいつは面白い。二人は口から耳へこうささやき交わして、ふっと口をつぐみました。 日比谷公園の新音楽堂の裏手めったに人の競うもない忘れられたようなベンチを見守って一時間余り我慢していた二人だったのです若くて美しくて贅沢な女はベンチのそばまで歩み寄った不安そうにあたりを見回しながら崩れるように腰を下ろしました少し遠い伝統は

時々風の具合で夜波のように聞こえるのはヨハン・シュトラウスのワルツらしいやわらかい甘いメロディーです千草十次郎をここにおびき寄せた不思議な手紙はつい3時間ほど前に新聞社に配達されました渋谷局から出した速達書き留めで中にはこう書いてあります

手の空いている足のいさむを促して公園の闇にしゃがむというのは千草十次郎ほどの顔になれば容易なことではありませんテンポの速い生活十分間ばかり美しい女優はじっとしておりましたやがてチュッ舌打ちを一つ ベンチから身を起こしますわざと目立たぬように地味な和服を着てはおりますが贅沢癖は嫁にも隠せず体を動かすごとに虹のような宝石が体のあちらこちらからキラリキラリと光りますこの時どこから飛び出したのか黙って女優の行く手に立ちふさがったのは腐った祖父とわしづかみに巣合わせを着流した痩せた男 モズの巣のような髪の下から妙に大きい目が2つ見入るように美しい女優の顔を見つめますあっ女優は一歩下がりましたが気を取り直して遠い明かりに男の顔を透かしながらやはりあなたね天が変わっているから変だとは思ったがあんなことを言われると 来なないいい。わけにはいか勝ち気らしいメソソプラノが夜の空気になまめかしく響きますこうでもしなければ俺にやってくれるお前ではないそう分かっているだけで感心よさっ物分かりのいい坊ちゃんはこんなキザに筋書きを書くものじゃない黙って私を帰らしてちょうだいいけないよ じゃあどうしようというのこれでも昔の夫じゃないか。1時間や2時間は付き合ってもやわろう。ごめん、こむるわ。今晩は私のアパートへ大勢客を呼んでいるんだから。昔の亭主などを相手にしちゃいられない。ご存知の通り、私の生活はそりゃテンポが早いんだから。何あなたの顔を見ると、 胸がいいいっぱいにななるととうことなの。横須賀行きの電車みたいな顔だわね <laughs> 抑えきれない凶傷が闇の中に突っ走りますチクまだ俺をバカにする気かあらごめんなさいよそんな気じゃないわだけど本当に今晩は付き合っちゃいられない次にしてくださいな無期延期よ ねねいけないよお前のために名誉も財産も対面も自尊心も失ってしまった男が最後の恨みを言うためにこの機会を作ったんだ男から男へ庭石を踏むように渡って歩くお前でも庭光一のこの落ちぶれ果てた姿を見たら少しは何とか思うだろうお気の毒様 何とも思ってやしないわ一年でも半年でも柳いとこほどの女をままにしたんだもの5万や10万の心情を棒に振ったって何でもないじゃないの丹羽さんさようならもうこんなキザなことはよしてちょうだいますますかわいげがなくなるばかりだわ <laughs> つと身を返して霞門の方へ逃げようとする女優の襟首へ 男の手はむずと加わりましたあれっ <laughs> いい思いつきだできるだけ大きい声を出してみろデート劇場の柳いとこが元の夫こじきのように落ちぶれ果てた丹羽孝一に手ごめにされたと分かったら東京中の新聞屋がどんなに喜ぶかわからない それでなくてさえこの芝居にはちゃんと見物があるんだえ驚くなよ今すぐ殺そうとは言わない一体どうすればいいんだ早く言っておくれおやすいご用だ俺が心血を注いで掘ったあの踊る美人像を返してくれ お前というものに愛想が尽きると俺は急にあの彫刻が恋しくなったんだ嫌だよそれにあんな大きいものを持って歩いているわけじゃなし今でなくていいよ後日のために抵当だけ受け取っておこう抵当なんか持っちゃいないよ第一にその指輪を渡すさこれは お前知ってるよ近頃夢中になっている石越しが買ってくれたんだろ柳いとこは黙って指輪を抜きましたこんなもので済めば幸いといった色がその美しい顔の表情をひどく高ぶらせますそれ,から帯えそれだって安くはなかったよ 俺がかっってやったんじゃないか俺がハぐのに不思議はあるまい争うことの不利益を悟ったのかいとこはくるくると帯を解きますそれから着物だあなたはまさか私を裸にするつもりじゃないだろうね細帯一つになった女優は丹羽孝一の冷酷な事務的な言葉を聞いて さすががにえりましたお前は一度俺を裸にしたじゃないか俺は何もかも失ってしまったがお前は家へ帰ればまだたくさんのものを持っているここから虎ノ門のアパートまで花形女優の柳井こが裸で道中するのもしゃれてるだろうえっさあ抜んだ いやなら手伝ってやろう。不服なら巡査でも野獣馬でも何でも呼んでみるがいい恐ろしい復讐でした日比谷公園から虎の門までオルガごとき往来の中を花形女優に裸で歩かせようというのは何というつむじの曲がった企てでしょうその上関東新報の記者を2人藪影の特等席へ呼んだのは 今は間違いもなくこの男の仕業だということがわかります。いやいやいや脱げと言ったら脱ぐんだ脱がなきゃ。不気味な目が二つ。キぐるいじめた熱心さで美しい女優の姿を追います。手には何やら刃物を持っている様子。立っていやだと言ったらどんなことをするかわかりません。 飛び出そうか飛び出そうかと潮時を見ていた足の井さんも妙に悩ましい丹羽い一の目に居すくめられて追いはぎ退治の一役を買って出る出花をくじかれますちくしょう柳いとこほどの女をはうくははさぞ本望だろうモデルは安くない,よ見るがいいいなよが細ひもを解きました。 それでも明かりに背いて合わせの襟を滑らせると丸い真珠色の肩が夜の空気にほのかに匂うようです新聞記者勇あの男を追っかけるんだそれから一番先にデックワした自動車を呼んで霞門の外で待ってもらうんだ合点 あだ名までで取った得意のいだてんです。中距離走の要領で駆け出すイサムを見送って千草十次郎は女のそばへさあ柳さんせめてこれでも引っ掛けて外へ出ましょうセルの上へ羽織った炉の夏羽織を取って消えも入りそうな真珠色の女の肩へかけてやりますあっ千草さん 商売柄この名記者を知っていた柳いとこの顔には新しい苦悶の色が浮かびます何にも知らずに無名の手紙で呼び寄せられたんですしかし新聞記者は見たことをみんな新聞へ書くものと思ったらあの男は大変な遺産をしたでしょうえじゃあ今晩のことは大丈夫書きやしません それより急いで帰りましょうイサムは多分霞門まで自動車を回していてくれたでしょうありがとうちぐさん本当に感謝するわこの美しい女優を抱き上げるように公園の外へ出ると果たして1台の自動車が人待ち顔に止まっております不思議そうな顔をする運転手には百円札を何枚か それで何もかも封じてしまいます炉の羽織に包まれた美しい女優と並んで虎ノ門のアパートに着いたのは9時半過ぎでしたろうちぐさんここから帰っちゃ嫌よ今晩は私客をしているんですあなたも臨時のお客になって玄関からまっすぐに私の部屋へ通ってくださいね私は裏からそっと入って女中に着物を持ってこさせて入っていくわ いいでしょ、ねそうでもしないとお客様の手前をごまかしきれないわちょっとの間だけ久美子につなぎを頼んでは来たけれどええ帝都劇場の立花久美子よあの人はドジだから心配よねっねっ千草十次郎はそれにもかかわらずこのまま帰ろうかと思いましたが柳井こは早くもその煙を察して。 あなたは本当に親切よ。しっかりお礼がしたいわ。ね、帰っちゃいや。いきなりやわらかな腕が重治郎の体を引き止めます。険悪の渦。あら、どうのすとの？お客を放り出して雲間くらはひどいよ。 ずいぶん長かったわ。まさか夜逃げをしたんじゃあるまいね一座の客は柳いとこを取り巻いて半言を描きましたみんなで6人半分は女優で半分は男金と知恵には困ったことのないような顔をしている人種ばかりです美しい主人公の帰ったのを見て急に踊りの輪が崩れたのでしょう 電気蓄音機にかけっぱなしにされたジャズのレコードは一番俗悪で一番刺激的な歌を臆面もなく歌い続けておりますすまなかったわねそのかわりすばらしい冒険をやっちゃったわどうなすったの日比谷公園へおびき出されて身ぐるみ剥がされちゃったのなっちゃいないわねもう なるほど、気が付いてみるといつの間にやらいとこの着物が変わって西洋人が着るような素晴らしい悠然ちりめんの一重になっておりますその代わり私を救ってくれた一人の勇士を紹介するわ千草十二郎関東新報社の社会部長よこの方を知らないと芸人でも芸術家でももぐりにされるわ指さされた入り口の扉を背にして立ったのは こののとはそぐわない、すで知ってる顔も知らない顔も一あたり軽い目令を交わすと話題の中心はまた柳いとこの襲撃事件に移っていきますでどこも有名な石郷氏はくさび形のひげをそらせてこう応用に言います。 柳いとこの新しいパトロンをもって任じている富豪で言葉遣いの存在なのは身分柄のせいばかりではありません。怪我なんかしないけれど、公園の真ん中で身ぐるみ剥がされちゃったんだから、そりゃ悔しかったわ。こんなことと知ったらこれでも持っていけばよかったのに。部屋の中ほど。窓際に据えたテーブルの引き出しを分けていとこは？ 何やら見るとそれは拳の中へ隠れてしまいそうなきゃしゃなピストル危ないじゃないのそんなものを振り回しちゃう大丈夫これでも弾はちゃんと6発とも込めてあるんだからああ、なお悪いわじっとしておいで的が動いちゃ困る 冗談じゃない親やしいよあれ金切り声を上げて飛び上がったのは同じアパートの隣の部屋を借りて住んでいる市篠一恵子という同じ帝都劇場の花形柳いとこに劣らず美しいくせに柳いとこと姉妹のように仲良くしている女優でした競争者の地位にいるこの2人がこんなに仲の良いことは 帝都劇場にとってもどんなに幸せだったか分かりませんもっとも柳いとこは喜劇的で明るくて死の一恵子は悲劇的で暗く同じように美しいといううちにも性格も役柄も違っているのがかえって2人の遊戯を細やかにしたのかも分かりません10坪ばかりの部屋の中を美しい男女はしばらくキャッキャと逃げ回りました これはいとこが客間とも今とも使っていた部屋で一方は境の戸は厳重に閉ざしているが市の一恵子の借りている部屋には通じ一方は廊下を隔てて女中部屋に面し一方は窓一方は小さい寝室に扉一つで通じております部屋のちょうどはなかなか洒落たもので窓掛けも椅子もテーブルもシャンデリアも存分に贅沢な趣味と 無法な浪費と物語っております建物はこの説の高等アパート並みに鉄筋コンクリートですから夜中まで騒いだところで同宿人を困らせるようなことはめったにありませんしばらく女たちを追い回していたいとこはいきなり長い子へ体を放り出して「ああああなんて臆病な人たちだろう。そんなこっちゃ鉄砲屋の前も通れやしない。 ピストルが怖いんじゃない。持ち手が恐ろしいんだわ。全く何をするかわからないから。言ったわね、ちえちゃん。言わなくってさ、少し今晩はどうかしてるわよ。そうだろうとも。日々や公園へ引っ張り出されて、みぐるみ剥がされてごらん。誰だって少しはどうかするから。ちえこは同じ長椅子に腰を下ろして。 そっといとこのピストルの手の上へ自分の手を持っていきました油断を見て取り上げようと思ったのでしょう派手な和服と派手な洋服とおよそ似つかわしくない2人の様子ですがその辺りに醸し出される空気にはなんとなく舞台の上のような劇的な趣がありますどこいそんなことだろうと思ったああ ちえ子はピストルを突きつけられて驚いて飛び上がりました油断を見すまして取り上げようとしたのが見事にしくじってしまったのですみんな怖がるからこうしようねちえちゃんいとこは立ち上がって部屋の一方書斎に使っている大テーブルの後ろのカーテンを引きました思いりものによどんだ光がさっと入っていくと 中から現れたのは踊っている美しい女。と見たのはおよそ世にも成功にできた等身大の美人像です。ピストルは美人像の手におぉ<う>一座の人々は思わず簡単の声を漏らしました。 噂にだけは聞いておりますが柳いとこが魂を打ち込んで可愛がっているというこれはその道でも有名な美人像だったのですもとよりザラのショーウィンドーなどにあるような人形ではありません一時世に鳴らした彫刻家丹羽孝一が新婚を打ち込んで刻んだ出世作で飲みの跡もにおうような木彫りに木目を生かす程度に彩色を施し しには限りももなく美しく仕上げたものです3年ばかり前、猿展覧会に出品されて、豪々たる賛否の中に世の主張を集めた作品ですが、そのころから有名になりかけていた女優の柳いとこが、作者の丹羽孝一にせがんでもらい受け、それが縁になって、2人は同棲するまでになった由来付きの彫刻です。クロート筋からは 題材が今うすぎて非俗ではないかと言われ、美しい丹彩も当時専門家の間には大分論議の種になったこともあります。それにもかかわらず素人の人気は非常にで、会期中この像の前は観客の黒山を築き、絵描きの売り高はレコードを作ったと言われております。上品な夢見るような顔も美しいが、とりわけこの像の根うちは。 その顔の高画な表情に似ず妖艶極まる不思議なポーズだとされておりましたこれならいいでしょいとこは踊る美人像の前に立ってピストルをその右手に持たせましたが踊りの姿勢になっている手になかなかピストルは止まっていません悪い人は遠慮なく打っておくれよ。ねえうちゃん。 袂から判決を出して、とうとう美人像の手にピストルを祝えてやりました。きょうちゃんというのはその頃、丹羽孝一と柳井いとこが愛の巣を見守っている。この美人像につけた名前だったのです。少し埃っぽくなってるわ。かわいそうに。ついでに袖で埃を払って人形の冷たい方へ自分の温かい方を。 あら石子さん焼かなくったっていいわこれは魂があるにしても女の人形よ <laughs> もう一つ美人像の方に自分の方を当ててつと身を返しますさあ踊りましょうよめちゃめちゃに電子蓄音機が再び同盟にフォックストロットをうなって 中はせわしくクラスを運びかえますあしたはテイ劇場の初日だろうもうぼつぼつ引き上げたほうがよくはない石郷子は誰れともなくこう言いますたぶんみんなは引き上げてくれわしだけ残るといった謎だったかもしれませんいいわよまだ10時少し回ったばかりじゃないの12時までは大丈夫よ 踊りの輪はまた生き生きと回り始めました。和服姿のチンクサ重次郎はそぐわない心持ちでまじまじとこの閑楽の憂鬱を眺めております。入るべからざる禁厳に入り込んで、見ては悪い妖精のランブを見ているような異様な時節に息が弾みます。踊りの輪は怪しくも華やかに先くずれます。 アルコールに浸った狭い部屋の空気はこの6人の男女を着狂いじみた興奮に誘っていくのでしょうちぐさんそっとささやくように呼びかけるものがあります振り返ると日陰に咲いた花のような若い寂しい娘が一人物言いたげに十次郎の顔をさしのぞいておりますどなたでした 柳いとこに美しい歌い手の妹があることを聞かないではありませんがそれが陥楽の渦を巻くこの部屋の隅っこに置き忘れた人形のように誰にもかまわれずにいようとは思いもかけなかったのですもっとも気が付いてみるとゆきこは足が悪かったのです 足の悪い人がジャズに踊り狂う。一座に入っていたら、どんなに惨めなものか、十字路はつい道場らしい。目をこの娘の寂しい顔に注いでおりました。申し上げたいことがあるんです。そして、お知恵を拝借したいことが。訴えるような眼差しを見ると。十字路はついこう言わなければなりませんでした。 廊下へ出ましょう。少し風に吹かれないと毒です。二人は廊下をまっすぐに進んで、このアパートの浅いベランダに出ておりました。ちぐささん、今晩姉の身の上にどんなことが起こったでしょう。詳しくお話しくださいませんか。私、心配で心配でたまらないことがあるんです。ゆきこは、 物の影のように寂しく寄り添います。と言うと、姉の命は誰かに狙われているんです。どうしてそんなことがお分かりです。ご存知の通りの姉ですから、一向気にしませんが、それはそれは恐ろしい脅迫状が、毎日のように舞い込むんです。それから舞台で、 姉の頭の上へ倒れるはずのないオードンが倒れたり姉の取り寄せたランチへ毒薬がふりかけてあったりあとからあとから怖いことが起こるんですこの姉思いの妹は本人のいとこよりも神経を悩ましているのでしょうこう話すうちにもほっそりした体は痛々しく震えておりますそれは放っておけない。 明日にでも私から警視庁の花房君に話して何とかしてもらいましょうまああまり心配しない方がいいでしょう気休めと知りつつも十二郎の口からはついこんなおざなりが出ますそれほど相手のゆきこはおびえていたのです恋の敗残者新聞屋の先生 面白かったろう <laughs> こう声をかけられて足のいさむは思わず立ちすくみました後をつけてきた相手に呼びかけられては誰でもちょっと面食らいます驚くなよわざわざ手紙で招待して特別席からの活撃をお目にかけたんだ遠慮することはない明日の新聞には三段抜きかなんかで頼むよ 女優柳井こ、日比谷公園で身ぐるみはがるなんていうのは全くいい見出しだぜちょっと徳田ねりを大事しな勇の前へぬっと片手を出したのは言うまでもなく彫刻家丹羽孝一という落ち果てた姿ですもっとも亭主が女房を剥いだんだからこれは泥棒じゃないぜ。 メンクラって恐れんながらと決めると飛んだ恥をかくかもしれない。念のためにもうしておくがね。君なんかもこの手はちょくちょく持ちいるだろう。ハハハハ隠すな隠すな。何まだ女房がねえ。情けねえ男だな。女房がなけや女牛でもモりっ子でも入いてくるがいい。二人はいつの間にやら日比谷の電車通りへ出ておりました。 そのあたりで一杯やろうよ。今度はイサムの方から水を向けます。ありがたいね。君はなかなか種取りに熱心だ。きっと出世するよ。足のイサムはいまいましそうに下打ちをしましたが、それでもこの男を逃すのが惜しかったので、最寄りのバーへ引っ張り込んでしまいました。それから三時間が経り。 二人はすっかり簡単相手らしてすき家橋から銀座へ手当たり次第に56軒飲み回りましたどちらもいける口で話が面白いときていますから初めは苦々ががしいと思った足の井さんもいつの間にやらこの小汚いボヘミアンと腕を組んで銀座のペーブメントを鼻歌で押し回すほど酔っておりましたあぶねえ新聞屋の先生 それにつけても女は悪魔だ。君なんかも気をつけなきゃいけないぜ。柳いいところって昔はあんな女じゃなかったんだが、いつの間にやら咽頭の生活に踏み込んで、今じゃ手のつけようのない妖魔になっちまいやがった。あの女のために心情や名誉を棒に振った男は何人あるか数えきれはしない。 俺なんかもその一人さ。自殺したり殺されたりした人間もあるはずだからこれでも俺は浅手の方なんだ陰鑑な妖魔、柳井この罪悪しがアルコールに燃え盛る庭光一の下で残すところなく書き尽くされました。さあ電車がなくなくったようう。だぜ。帰ろうと言い出したのは 7軒目のバーで12時を聞いた時でした「ねえ新聞屋の先生こんな特別上等の特ダネを持っていくんだからどうせ今晩の会計は完費にしてもらえるだろうがそれにしても庭孝一ともあろう者が一銭も出さないと言われちゃ恥だなあ亭主これでも取っておいてくれ」時間過ぎの客に気をもんでいる亭主の前へ ほんと放り出したのは？さっき柳いいとこの指から抜いてきたダイヤ入りの指輪です。女優の開始。女優柳いいとこが不思議な死に様をしたと知れたのは、その翌日の午後、夕刊の締め切り近い時刻でした。勇飛んで行ってくれ。 できるだけのことをして牽視の模様を勇敢へ入れるんだよし足のムは自動車の後押しもしかねまじき勢いで飛び出しました千草十次郎は飛んでいってみたいと思いながらも勇敢の仕事があるのでどうすることもできません日頃編集者は窓の外で人殺しがあってもテーブルから動くな冷静を書くのは一番悪いことだ と言っている編集長の手前用事にかこつけて外へ出るわけにもいかなかったのですそのうちに女優殺しの情報がいろいろの方面から集まってきますいくつかの社会部通信市内通報員の電話特別通信などを総合して千草十二郎は有刊の記事を整理しなければなりません午後2時 最後の締め切りという時までに集まったところによると女優柳いとこの開始に関する情報はざっとこんなものでした昨夜柳いとこの客が帰ったのは10時半ごろいとこと特別関係があると思われている石郷氏はみんなの後まで残って何かいとこと争っておりましたがそれも11時前には引き上げてしまいました話の内容は分かりませんが その時までいとこに暇乞いをしようと思って、廊下に残っていた妹のゆきこと、隣室を借りている女優の死のいちえこが激しい言い争いのあったことを証言しております。石格子とゆきこと前後して帰りました。隣室の死のいちえこが伝統を消して寝たのはちょうど11時。それからはこのビルジングに1人の訪問者もなかったことは？ 門番夫婦が明言しておりますあくる日というと今日ですいつも10時ごろに起きるいとこが11時過ぎても顔を見せなかったので廊下を隔てた女中部屋にいる女中のおなおがまず心配しだしました12時には帝都劇場から電話がかかってきまして初日の打ち合わせがあるから2時前には楽屋入りをしてもらいたいというのです おはそれを取り次ごうとしましたがどうしても戸は開きませんノックしてもダメ大きい声で呼んでもダメ仕方がないので門番を呼んできて代わりの鍵で戸を開けてもらったのです女中のオナオは鍵を持っていなかったばかりでなくいとこの持っていた鍵も戸の鍵穴へ内から差し込んだままになっておりました戸は当然、 いとこの手でちから締め切ったままと見なければなりません門番の大鍵は手提げかばんに入れてこのない門番夫婦の間へ置いて川の字なりに寝るくらいですから盗み出して元へ返すことなどは思いもよりませんところで戸を開けた門番のじいと女中のおなおはたった一辺で腰を抜かしてしまいました主人の柳いとこは 夕べのまま派手な友禅ちりめんを着たまま。テーブルの上へうつむきになって死んでいたのです。後ろからは恐ろしい。血潮が噴き出して、金と銀とで大柄な模様を出した帯の上にたまり。その先は床に流れて。贅沢な絨毯に恐ろしいシミを作っております。時を移さず、係官は出張しました。 検視の結果傷は背後からピストルでまっすぐに打ち抜かれたものと分かりましたが弾は胸骨に止まっておりますから絶対に自殺ではありませんが同時に犯人の入った形跡も絶対にないのですそればかりではありません弾はいとこの2軒ほど後方にある踊る美人像の手にハンケチで縛ったピストルから発射されたものでこの場合 美人像が引き金を引いたとでも思わなければどうしても解釈の方法がありません廊下に面した戸は締め切った上内から鍵が差し込んであったとすればここから入れる道理はありません他に戸が2つ1つは寝室に通じておりますが寝室は一方口でここも問題にならずもう1つの戸は隣の篠井千恵子の部屋に通じておりますが これは長い間釘付けになって絶対に開けた形跡がありません床にも天井にも四隅の金網を張った小さい空気抜きのほかにはネズミの通れるほどの隙間もなく窓は寝室のも客間のも厳重に閉ざされていちいち掛け金が降りておりますからここから入れる通りもありません編集局の机の上に集まった情報はこれだけです この記事を適当に整理して、センセーショナルなみだしをつけて。十次郎はほっと額の汗を拭きました。悪い人は遠慮なく打っておくれと言いながら、ピストルを美人像の手に持たせ、引き寄せるように頬ずりをしていた。昨夜のいとこの筐体を思い浮かべて。ちぐさ十次郎はすっかり憂鬱になってしまいました。 ングさん、電話気がつくと、助手が受話器を持ってこっちを見つめております。どなたああ、勇か。何嫌疑者が挙げられた誰だ何一信をし、どうして殺したんだ何そこまではわからない。あきれたなあ。よしよし、それだけでも勇敢へ入れておこう。 あと引き続きやってくれ。長官へはことによったらゆうべの事件もぶちまけようあれはいい特だねになるよいとこが死んだんだからかまわないだろうよさようならしっかり頼んだよ鍵穴から潜る人柳いとこの開始事件は全くセンセーションそのものでした 新聞は毎日煮えくり返るように書き立てましたが犯人はどうしても上がらないばかりでなく事件の真相も絶対に分かりません石郷氏は身分の関係で任意同行の形式で取り調べられましたがまもなく釈放されてしまいました女優と最後に争ったのは事実ですがそれは前の常人から送られたという美人像に いとこが不思議な愛着を持っている様子を見せつけられて妙に嫉妬を感じたというに過ぎなかったのです全く石格氏がどんなにほっそりしていても鍵穴や戸の隙間から入って人を殺せるわけはなかったのです続いて関東新報の記事柳いとこが前夜日比谷公園で脅迫されたというのにヒントを得たのでしょう庭一が キチン宿かららあげれました。しかしそれもダイヤの指輪といとこの着物を入室しようとした以外には犯罪と関係のある証拠は一つも上がりませんそれにいとこの殺された推定時間12時前後には芦野勇と銀座辺りをはしごで飲み回っていたのですから立派なアリバイを持っているわけです ガストン・ルルーの書いた黄色の部屋の犯罪のように外で撃たれた柳いとこが何か重大な理由で苦痛をしのんで部屋の中へ入って倒れたのではあるまいかという説を立てた人もありますが死体解剖の結果そんなことは絶対にありえないということが証明されました第一、部屋の外へは血が一滴も流れていないのですから 死体解剖を待つまでもなくそんな探偵小説じみた解釈は成り立ちません兄貴3人目の容疑者が上がったぞイサ勇が帰ってきたのはその翌日でした誰だ隣室にいる女優の篠井千恵子さえこれが一番本当らしい何回 千恵子は鍵穴から潜って隣室の柳いとこを襲撃したとでも言うのか情報たんじゃないまあ聞いてくれ千恵子がアパートの窓の外にある幅3寸ほどのコンクリートの張り出しを伝わって隣室に行きたぶん一つだけ開いていた窓から入っていとこを殺したろうというのだでどこからどうして帰ったのだ 元の窓から出て、もう1度張り出しを伝わって。待ってくれ。それじゃあ千恵子が逃げた後で死人のいとこが起き上がって、証拠を隠滅するために自分を殺した。千恵子の出て行った。窓を閉めてやったとでも言うのか。どうもお先っ端りをして困るな。そうじゃないんだ。窓は千恵子が出るとき、上から激しく下ろしたはずみで。 一人でかけ金がねがおりたろうというのだほんとにそんなバカなことを言う人間があるのかあきれたもんだあのかけがねは最新式ので指でぐいと回さなきゃおりないはずだ気の毒だがもう一度行ってみはってくれ千恵子はすぐ返されるに決まっているからやれやれやりきれないね 口では不勝負性に言いながらも芦野勇は持ち前の気軽さで猟犬のように飛び出してしまいました名探偵の出馬それから三月経ちました事件は完全に迷宮に入って女優殺しの犯人は永久に上がりそうもありません多分。 世間ではこう言いました。あの女の咽頭な生活を憎んで美人像が殺したんだろう名作に気づいは昔からつきものだと警視庁の花房一郎が事件の中心に飛び込んできたのはもうすっかり夏になってからのことですいとこの妹のユキコがせめて姉の敵をと言って 十次郎に泣きついたのが発端でこの寂しい娘のためにかつて姉を保護する役を果たすことのできなかった十次郎はその足ですぐ花房一郎を訪ねたのですそれは困る所轄署への遠慮でなかなか腰を上げなかった花房一郎も十次郎と節子に口を酸っぱくさせたあげくとうとうでは 調べてみるだけでもということになりましたそれから3日花房一郎はいとこの殺された部屋にこもりました「日本家屋にはめったにない秘密の通路でも発見する気だろう」とか「床から壁から天井まで一尺四方ずつに区切ってなめ回るように調べているだろう」とうわさされましたが 事実は大違いいとこの部屋にこもった花房一郎は電気蓄音機を聞いたり新聞を読んだりタバコを吸ったり一向取り留めのない顔をして暮らしていました4日目の朝急に電話をかけられてユキコと十二郎がやってくると「今晩小さい舞踏会を開いてください」「いつぞやの晩と同じ顔ぶれで」 同じ人数ですっかり同じことをやるのです飲み物も何もかもあの晩の通り繰り返さなければなりません事情があってもなくても個人の追悼の意味でぜひ出席してもらいたいというのですそれでも来られないという人があったら私の名を持ち出してもかまいません花房一郎の顔には何かしら素晴らしい計画がありそうです 奇跡は現れた。あの晩の通り繰り返してください。1つも違ってはいけません。2と2をかければ、いつでも4になるように同じ原因を積み、重ねていけば必ず同じ結果になるものです。花房一郎の言葉に一座の人たちはあっけにとられております。一座というと。 あの事件があって以来すっかり評判を悪くしてしまった石号氏をはじめ「気味が悪い」と言って隣室から3日目に引っ越してしまった女優の篠井千恵子柳いとこの妹のゆき子それに千草十二郎あとはいとこの女弟子橘久美子いとこの同級者で四十ここに出入りしていた若い紳士が2人それに花房一郎を加えて 都合8人です。花房一郎の計画を聞かされると石郷氏は「ふふん」といった顔をしましたが相手が相手なのですばやく取り繕って真面目にうなずきますところで死んだいとこさんの代わりは帝都劇場の舞台と同じように篠井千恵子さんに務めてもらわなければなりません篠井さんの代わりはゆき子さんがやるのですさあ 花一郎は一人飲み込みに飲み込んで矢継ぎ早にジャズのレコードをかけたり途方もなくにぎやかな話を始めますがみんなの心持ちはあの晩のとおりになるどころではありません舞踏も不祥不祥話もとかくめいりがちでお通夜のような重い心持ちが部屋の中にみなぎります「これでよしと」 この辺りでちょうど千草君が入ってきたことになるだろうおおさん飲み物を間違わないようになんという不思議な再現でしょう舞台監督の花房一郎が浮かれれば浮かれるほど部屋の中の空気は次第にちぐはぐになるばかりですこの辺でいとこさんは踊る美人像の手へピストルを持たせたのでしょうこれは私が代わってやろう 用意してきた同じような小型のピストルをこれも特に用意したらしい女持ちのハンケチで美人像の右手に固く縛ります11時が鳴ります皆さんは帰る時刻ですいや本当に帰ってはいけません帰ったことにして戸だけを開けてまた閉めて部屋の隅の方にかけてもうしばらく様子を見ていてくださいそれからお気の毒ですが 石郷さんはいとこさんの代役千恵子さんと言い争いをしなければなりません最初石郷さんはどんなことをおっしゃいましたなんというバカバカしい芝居でしょう石郷氏はすっかり腹を立てて黙り込んでしまいましたよろしいよろしい立って実演しなくとも言い,い争いがあったと仮定しましょうところで今度は私が石郷氏の代わりになって 腹を立てて外へ出ましょう。千恵子さんはそのままテーブルの前にかけていとこさんがやっていた通り、少しうつむきになっていてください。後ろを振り向いてはいけませんよ。千恵子は真っ青になりました。後ろを振り向くどころのさ汰ではありません。テーブルの前に死んだいとこと、同じポーズで座るのは首の座へ座るような恐ろしさでしょう。 が房一郎はそんなことに少しも頓着しません私が石号さんの代わりになって部屋の外へ出たらどなたか戸の鍵をかけてそのまま鍵穴へ入れておいてくださいああこの役目は千草君がいいいとこの代わりになった千恵子はテーブルの前にかけて美人像に背を見せたまま身動きもできないほどの恐怖にさいなまれております 目はすっかり見開いてしまって愛のような顔に恐ろしい神経性のけいれんが走りますあとの七人は部屋の一隅に固まってカーテンの間からわずかに見える美人像の手先そこに気味悪く光るピストルと千恵子の打ち震う姿を見つめております一分二分三分と過ぎました 最初は調子をしていた石越の顔もすっかりこわばって一座は本当に大きい息をつくものもありませんとうとう奇跡が現れましたいきなりドーンととどろくピストル美人像の手から一畳の炎が走ると見るやうん<ー>的になった千恵子はそのまま気絶して テーブルににうつむきになります。との鍵を開けると一陣の風と一緒に飛び込んだ花房一郎美人像はやっぱりピストルを撃ったでしょうしかし今度のは空砲だから怪我はないはずだずかずかと気を失ったしのいみち子の前へ抱き起こして解放するかと思うとそうではなくて気を失ったままの女へ がちりと手錠をはめてしまいました。お騒がせしてすみません。犯人はこの女です。皆様はどうぞご随員にお引き取りくださるように。花部さ一郎は陰陰にこごしをかがめます。打って代わって、はやぶさのような警備なつらだまし、医師号紙に預けられたマノびのし下重影などは。 もうみじんもありませんどうして千恵子を犯人と分かったんだ明くる日の朝警視庁の記者クラブで花房一郎はニコニコしながらこの問いに答えましたあの美人像の手に縛りつけたピストルを発射させえるものは千恵子よりほかにないのだあの晩石郷氏が帰ってからすぐ 千恵子はもう一度いとこの部屋を訪ねるといとこは美人像のピストルに背を向けたままテーブルに顔を埋めて泣いていたのだでふと見ると美人像の後ろが自分の部屋との境の戸で戸は厳重に閉まっているがピストルの後方一尺くらいを隔てて水平の位置に鍵穴があることを発見したんだそれが千恵子のためには恐ろしい誘惑さ 舞台の上で自分の競争者であるばかりでなく長い間自分に目をかけてくれた石格子までが近頃すっかりいとこのものになったのを見てさりげないようにしていても腹の中は煮えくり返っていた矢先だところでピストルをどうして発射させたというのかまだわからないかな千恵子は細くて丈夫な紐を1本用意してその隅っこを 三つ四つピストルの引き金に巻きつけ一方の隅っこを境の戸の鍵穴を通して自分の部屋へ通したのだそして用心が悪いから私が帰ったら後ろの戸を閉めてくださいよとかなんとか泣いているいとこにおためごかしを言って引き上げいとこが戸を閉めて元のテーブルの前に戻った様子を鍵穴から覗いて確かめた上 ピストルの引き金に絡んだひもの端っこを鍵穴を通して向こうの部屋から急に強く引いたのだピストルは発射するひもの先は芽えてないからそのまま引かれてこちらへ来る証拠はけほども残らずに憎い相手はピストルに撃ち抜かれて死んだこれで全部だ そんなに事件がよく分かっているのにどうしてあの晩の出来事を再現させたかというのかそれはこうだあの犯罪はあまりに巧妙すぎてとても一通りの女の考え出せる手ではない千恵子にそういないと理屈の表は示していても万一違っていては大変だそこであの間の抜けた芝居を思いついて犯罪当夜のことをそのまま再現させたのだ どんなに気の強い犯人でも自分のやった犯罪を冷静に二度繰り返せるものではない私は千恵子の心の動きを見たかったのだよ花房一郎はこう言って記者室を出て行きました